こんにちは。株式会社リンクロノバの長野正樹です。私、口蓋扁桃摘出手術という、要は扁桃腺の摘出の手術のために今入院をしています。明日から、術後の経過退院まで YouTube に収めて皆さんに見てもらおうと、皆様のお役に立てればなという思いで、今回、撮影をしようと思っていますので、ぜひ、今一番元気な状態ですので、よろしくお願いします。今入院2日目です。昨日の、9時半から絶食になりまして、OS1 1本飲んで今待機しているところです。まだまだ元気です。はい、手術服に着替えました。今から、手術の方に向かいます。リングロードは術後6時間経過しました。やっと起き上がることができまして、全身麻酔もこう抜けてきたと。痛み止めはまだ、効いてますけども、喉の痛みもさほどでもないですね。で今こうやって点滴をこう打ってますので、痛み止めをだんだんこう脱くしていくような感じになってますが、至って順調ですし、痛みも思ってたほど今は痛くない。なんかこう喉風邪ひいた時の違和感ぐらいな感じで今ありますので、そこまででもないのかなと思ってます。やっとこうやって6時間経ってこのぐらい喋れるようになるというのは、なんかそこまでこうビビって、怖いなっていう感じと思いがちょっと近かったので、これはいいことかなと思ってます。手術から、12時間経過しております。さほど痛くはないんですが、扁桃腺が腫れた時のこう痛みぐらいだと思ってください。明日からどうなるかわかんないんですけど、今は全然痛いというほどではないです。喉のこう詰まりというか、鼻とこう喉のこう詰まりがすごく今違和感があって、こうなんか痰がずっとこう詰まってる、上に痰が詰まってるっていうような、感じなので、本当に痛くはないんですけど、呼吸するのにもうすごくこう困難っていう形ですね。これが、薬が切れた時にはですね、痛みがまた出てくるのかどうかっていうのはまたその時になってみなきゃなと思っています。今で術後24時間が経過しました。喉の痛みとか、昨日のこう鼻の詰まりですね、なんか取れないんですけども、痛みも昨日とさほどあんま変わんない。なんか痛み止めはもう入ってる点滴だと思ったんですけども、なんか痛み止め入ってないって朝呼ばれて、あともう痛み止めなくても、このぐらい、通常のですね、風邪の時の痛みみたいな感じが続いてるぐらいで、さほどこう痛いという感じではありません。あとはやっ と今日今から流動食ですけども、食事ができるという状況になったので、ちょっと皆様に、どんな食事なのかということをちょっと お見せします。はい、これが1日目の食事になります。流動食です。これが、おかゆで、これお味噌汁、これがですね、桃のゼリーみたいな感じです。で、こっちが、リンゴ果実で牛乳って形で、もう完全なる流動食ってことで、2日目ぐらいからちょっとした固形というか、柔らかいものが出てくるという話なんですけども、今日はこのぐらいな感じになりますんで。リングロードは手術後、2日目になります。点滴も、取れまして、すっきりしたところです。まだまだ違和感の方はあるんですけども、痛みはそんなに今出てないような状況です。で、これから、朝もやったんですけども、2日目から、吸引という、その喉の痛みっていうのを和らげるようなお薬を入れます。こういった吸引器を3分ぐらいですね、こうやって薬が出ますので、これを吸って喉のこうイガイガを取るみたいな形になるんで少しやります。
はい、吸引の方今終わりまして、まあ、3分間の吸引あるんですけども、それを、1日3回、行います。あの痛み止めとかもこうもらってますが、まだ私1回も今飲んでません。結構楽に、通常の生活では声出すのちょっと辛いんですけども、通常の生活に戻りつつあるのかなと。手術を終わって3日目になります。だいぶですね、喉の痛みが出てきました。痛み止めこれでも飲んでるんですけども、結構昨日よりも全然ひどいような状況で、ちょっと若干、辛いなっていう朝です。昨日も4時ぐらいに起きて、痛み止め飲んで、今に至るので、だいたい効いているとは思うんですけど、だいぶ喋るのもちょっとひどいなっていうぐらいです。これからかさぶたがですね剥がれるまで痛みが続くというところは言われてたんですけども、まあ、結構ひどいなっていう感じです。で、今日のご飯から流動食じゃなくてちょっと固形物になりました。昨日よりも全然硬いんですけども、食べれるかどうかっていうのはちょっとこのドドムの痛みと相談になりますんで、またちょっと経過を見たいなと思います。術を4日目、入院して5日目になります。声がだんだん出なくなってきました。で、もう血がちょっと混じってきましたんで、かさぶたが剥がれてくるのかなということと、もう昨日はかなり辛くて、寝ることができませんでした。もうやっぱり術後3日ぐらいから、結構痛みが出てきます。まあそこはもうしょうがないと思うんですね。いや、しんどいですね。かなりしんどいです。今日はおかゆです。まあ、お昼と夜はソフト麺にしてもらってますんで、ご飯の方はなかなか飲み込みづらいのかなと思います。ソフト麺の方が食べやすいです。まあ、病院によっては帰れると思いますんで、要望してみてください。イングラドマ手術後4日経過しました。まあ、入院で6日目になります。痛みに関しては、やっぱりもう喉がかなり痛くて夜が寝れないっていうのが続いてます。まあ、日中はかなり楽なんですけど、まあ、どうしてもこうなんか乾燥するとか、あるみたいで、まあ、マスク、あとは枕元に濡れタオルみたいなのをこう敷いて、常にこう寝ているっていう状況なので、起きたての朝が一番辛いですね。ひどいですね。かなり痛い。血が滲んだ唾とか出ますけど、ダラダラ出ませんので、まあ、経過的には順調なのかなって思います。入院7日目、術後5日になります。だいぶ昨日よりも喉の調子がいいというか、痛みが取れてきた。まあ、ただ、夜中ですね、やっぱりどうしても乾燥しちゃうので喉がまあ痛くて起きるっていうことは結構あります。まあ、あとなんか疲れてないのでね、なかなか寝れないっていうのもあるんですけど もう痛みのレベルとしたら、本当術後まあ 3,4 日目が一番ピークかなと思います。はい、術後5日目のご飯です。私の場合はもうすでにこのご飯の味付けにこうね、申し訳ないんですけども、若干苦痛を感じているというところで頑張って、食べてます。今日で、入院8日目、術後、6日目になります。痛みは良くもなってなくて、ただ、まあ、状況、傷の状況が、まあ、経過良好ということだったので、本日、無事退院になりました。いやー、本当に長かったというか、飽きたというか、なんとか、退院になりました。まあ、また、術後2週間とか経った時に、どういう状況かっていうのをまた動画で撮りたいと思います。イングラドマ、はい、すでに今退院して術後10日を経過しました。まあ、もうちょっとですね、こまめに、退院後の動画撮れればよかったんですけども、まあ、正直ちょっと痛くてなかなかこう撮れなかったと
というところで、まあ、入院中よりもやっぱ退院後ですね、術後のまあ6日とか7日8日ぐらいが、まあ、結構ひどい状態です。まあ、入院中ってこうあんまりこう人と喋るってことはあんまりないと思うんですけど、やっぱりこう家に帰るとまあ、もちろん家族であったり、まあ会社の電話であったり、なんかこう喋る機会がすごく多いので、なかなか休めない、まあ、喉が休めないっていうのがあって、痛みが、だいぶこう強くなってきたと。でさらには私の場合だと思うんですけども、痛みがこう拡散してきました。耳が痛くて、まあ、中耳炎とかなった時ないんですけど、まあ、よく言う中耳炎みたいな形の耳が痛くて、で、まあ、ここの喉のこの辺りとかすごく痛くて、で痛み止めをかなり、まあ、4時間ごとにですね、まあ、ルールのもと飲んでたというところで、まあ本当におかゆとかうどんも、まあ、病院のね、味付けとまたこう奥さんの味付けが違くて、味が濃くて美味しく食べたいなぁとは思ってましたが、やっぱりどうしてもこう痛くて喉が通らないっていうことです。まあ今日術後10日目なんですけど、まあ、こうやって普通にこう喋れるようになるくらいまで回復してきました。で、なんか、まあ、特に今日の朝起きたら何かこうちょっと違う、なんか回復っていう、感じになんかなってきたなーって自分の中でもすごく思うので、なんでよくネットとかで調べると、まあ2週間経過して意外とまあもう痛くないとかって、という人が多分すごく多いと思いますが、まあまさにかなと。まだ痛いです。確かにこうまだ痛いんですが、この術後10日ぐらいからだんだんこう回復してくるっていうのがもう明らかにちょっと違う。イングラドバ。今術後1ヶ月になりました。だいぶ唐揚げ、天ぷら、まあそういったものはもう通常通り食べれて、もうだいぶもう 100% に近い元の状態になりました。やっぱり、まあ、今振り返ると術後、まあ、3日目から、まあ、2週間の間が一番ひどくて、で特に、まあ、夏場とかそこまでではないんですけど、私の場合、まあ、乾燥している時期の冬場であったので、喉の乾燥が痛みを引き起こすっていうところも、すごくあったというところなので、まあ、潤い系のマスクであったり加湿であったり、そういったケアというのが、十分有効的かなと思います。本当にこの扁桃腺手術の経過、とかですね、詳しいことが、本当に聞きたいと思ってくだされば、このチャンネルの方に、コメントいただければと思います。ではまた。